皆さんこんにちは、みんなのゴルフダイジェストの中村治です。パフォーマンスゴルフスタジオの堀口です。来ました、あの、はい、秋の新作4大メーカー、ねね、のシャフトですね。三菱からね、ディアマナの ZF、はい、続いてツアー AD の XC、ね、ちょっとマットで ね、 これかっこいいんだよ ね、 ね、 かっこいいですね。マミヤのハッタス11ジャック、ね、ジャック。フジクラからはスピーダーエボ6。全体的に手元じゃなくて中元調子だったり、まあ中調子だったりっていうのが多い感じなんですね。前はね 60g がまあ標準っていう感じだったんだけど、まあどんどん軽い方向に行ってきて、 50g 台の S シャフトでまあ打ち比べてみたいなと。で同じ長さ 45.25 インチの長さで、ヘッドはコブラの F9、 すごいニュートラルなヘッドですよね。中もいいですよね。うん、で中も柔らかいし、ね、ロフトも、ね、調整できるようになっているので、はい、10.5 度のノーマルのポジションでこの4本を、はい、ノリはヘッドスピード45ぐらい、はい、ね、で僕は40ぐらいのヘッドスピードで打ち比べしたいと思います。ぜひ、じゃあ行ってみましょう。はい、50でもしっかりしてる感じがするな、ね、うん、手元の感じが強い、スピンも少ない感じで打っていける、ボールも上がっていくんで、10.5 にしてはやっぱスピン下がってると思うんだよね、うん、キャリーも出て距離も出るんで、ここの粘り感は自分で作んなくても勝手に作ってくれる感じもするし、うんうんうん、ここからは自分のタイミングによってこうしっかりシャフトがこう走ってくる感じもするんで、これは振ってっても全然50でもいけるね。これはね、真ん中にちょっと柔らかさを持たせながら、うん、先はもうしっかり硬いんだって、ね、その感じが出てるシャフトに。そう、うん、そう、だからなんかあんまり暴れない感じは打っててしますね、うんうんうん、40ぐらいのヘッドスピードでいきます。 50g の S には感じないんだよね、やっぱね、しっかりしてる。もうちょい振っても全然いけちゃうんだろうな、全然、うん、どんどん振りたくなる感じ、ね、感じですよね。ピンも少ねえな。当たった時の当たり負けとかもう全然ない、やっぱりないですよね。先端がしっかりしてる、うん、先端しっかりしてる分だと思うんですよ、ね、コースでちょっと一瞬力んだりとかしても、うん、あんまり大きなミスにならなそうな感じはあるよ ね、 ね、 ね、うん、40ぐらいだと SR とかの方がもうちょっとシナリオを感じられていいのかなと。ちょっと捕まりがね、出る感じがしますよね。45で打ってもこの S でいいんじゃないかっていう感じだもんね。45だったら全然いけちゃう、うんうん、今回ね、はい、打ったシャフトを、うん、まあ、どんなシャフトなのかっていうね、まあ、評価するのにちょっとレーダーチャートっぽくね、いいですね、やってみました、うん、まあ、球がね上がりやすいシャフトなのか、うん、弾きが強いのか、うん、しっかり捕まるのか、うん、まあ、しっかり叩けるシャフトなのか、うん、まあ、シナリオを、ね、すごく感じるシャフトなのかっていうところでね、うん、球の高さはあんまり上がりすぎず、うん、まあ、弾きと叩く感じで打てるっていう、うん、まあ、ある程度こうしっかりスイングをするっていう感じの人が合ってるんじゃないかなっていう感じです、ね、うん、まあ、中から手元ぐらいミッドハイみたいな感じで、ちょっとその辺が少しシナリオ持たせてるって感じなんです。ちょっと DI っぽいのかな。球が重い感じがするね、打っててね。さらにスピンが少なくなったね。少ないね、うん、ちょうどいい感じのしなり感が出てくるね、これね。気持ちいい、気持ちいいです ね、 ね、僕には気持ちいいですね、これ。切り返しからちょっとくにゃってくるんだけど、それをこう解放せずに引っ張ってきて一気に放出してる感じがするんで、これ結構いいんじゃないですかね、打ちやすい。タイミングがやっぱしなりが、切り返しでしなる分少しね感じやすいっていうのはあるのかな、ね、うん、強度がすごく素直、素直ですね、本当に。センターオフセンターで当たった時のブレとかもあんまり感じない、感じないですね、これはね。ゆっくり切り返しながら加速していくようなタイプの人にはマッチするんじゃないかなっていうか、ね、うん、ヘッドスピード速い人はX とか、ね、ちょっとあの固めの方を選ぶのもありだと思うし、叩けるっていうよりは少しシナリオを感じながら打ちたいっていう、ね、ね、うん、でインパクトに向けて少し弾き感も出てるよと、うん、ある。あ、走ってくるな、これ走ってくる、うん、自分で持ってくる必要がないね、オートマチックなシャフトだな。あ、そううん、そう、なんか無理しなくてもいいなって感じがする、振っててしなり感がも感じるし、うん、走ってくる感じも強いんだけど、
なんかパッていく感じはしないんだよね。少しこう耐えてくれる感じがするんで、本当オートマチック振ってて、はい、走るね。走りますよね。これはヘッドスピードを上げてくれるって言っていいんじゃない、このシャフトは。しなり戻りの状態でちゃんと打てるっていう感じ。叩けるかっていうと、うん、まあ叩く人には少しこうしなりがギュッときちゃうのかなっていう感じ、ね、うん、シャフト自体が球も走る分捕まえてくれる。そう、捕まえてくれる。これ打ってて気持ちいいですよ。あ、走ってくるし、でもなんか嫌な走り方じゃないんで。45、6でね、280ヤードぐらい、まあ、コンスタントに行く、ね、スピン量も少ないですね。少ない、うん。粘ってきて、こうボールをしっかり乗せてってくれる感じがするね。粘りもありつつ走りもあるっていう。走ってくんね。あれ、ほら走っちゃうでしょ。いや走っちゃうんですよ。これ走っちゃうのよ。走るんだけど先が走るっていうよりは中間部分から押してってくれるっていう感じ。ね、はい。切り返しが早くなくなって。うん、この辺からぐーっとこう来る感じにだんだんなってくる、ね、上がっていく感じするかな、うん、これなんか全部5になっちゃうんだけど、やばいな。でもいいな。なんかそういうバランスがこれはちょっと感じる、ね、感じる、うん、これ選ぶスペックによってはこの感じがずっとキープされそうな気がするんですよね、うん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 、6でも7でも、なるほど、うん、X でも S でも、そう、ノリどれどれもいいな、ね、特徴がねそれぞれあって、それぞれある、うんうん、やばいな、選ぶのに悩む、本当に悩む、ね、本当に悩む。実際にこう、まあ、高いからさ、うん、それなりにさ、そうなんですよね、シャフトね、やっぱりこうなかなか失敗できないじゃない、うん、僕の感じでこう、ね、スイングしてくると選ぶのはここ結構好きでしたね、 XC しなり感じられるし、うん、感じられるし、ね、僕が40で、ね、打った感じだと、うん、この2本、ね、スピードを上げてくれる、走ってくる、うん、感じはすごく魅力、うん、自分で40ぐらいの感じでね、打ってるつもりが41とか2とかになっちゃうんだもん。なってましたからね、うん、で飛んじゃうんだもん、本当に。だから力みがなくなってくるし、まあ、その分ね、走るので、より捕まりが強くなったりとか、まあ、力がね、途中力んでグッとか入ったりすると多少曲がりっていうことも、ねね、あるとは思うんだけど、このシャフト信用して、信頼していつもの自分のね、テンポで振れば、その最大の飛距離を、まあ、この2本は出してくれるんですね。出してくれるんじゃないかな、うん、叩きたい人、ね、しっかりスイングで、ね、スピード上げてもらいたい人みたいな感じで、まあ、どんなプロが使ってるのかっていうのも ねチェックしてもらいながら、いいね、俺こういうプロが使ってるから使ってみようかなとか ね、 いいね、そういうのもあってもいいのかなというふうに思います ね、はい、まあ、この4種類ね、4大メーカー出揃いましたので、ね、ぜひね、また皆さんもあの量販店など行って、実際にこれが入ってるシャフトを打って、まあ、ご自分のと打ち比べたりしてね、球筋がばらつくのが収まるとか、飛距離が伸びるとか、球が上がりやすくなるとか、まあ、そういう効果をね、実感してもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。どうも。